ネルソン・ピケ、ネルソン・ピケ・ソート・マイ・オール、ネルソン・ピケ・ソート・マイ・オール、1952年8月17日体は、ブラジル・リオ・デ・ジャネイロ生まれの元会一ドライバーであり、会一世界選手権で1981年、1983年、1987年と、3度のドライバーズチャンピオンに輝いた。愛称は、自由人。ピケとは、母方のであり、 父親に隠れて、レース活動をするために名乗ったものである。日本では1980年代初頭まで、英語読みの、ピケットと表記されていた。1980年代の F1 を代表する、ドライバーの一人であり、アラン・プロスト、ナイジェル・マンセル、アイルトン・セナは、日本ではまとめて、海一四天皇や、四強と称された。シーズン終盤の勝負強さ、 効率の良さが持ち味の一つであり、3度の F1 タイトルのうち2度は最終戦での逆転という形で獲得している。また、年間最多勝利数は1986年の4勝、チャンピオン獲得時に限ればいずれも3勝と、同時期のライバルに比べ優勝回数は多くない。一方で、ランキング3位以内に入ったシーズンには、66から75%の入賞率を記録している。 3度のタイトル獲得はいずれも異なるエンジンメーカーで記録した1981年フォード1983年 BMW1987 年ホンダ自身にとって最盛期といえる1980年代前半から中盤はターボエンジン全盛期と重なっており獲得した3つのタイトルのうち1981年にブラバムフォード コスアース DFV エンジンで獲得したものを除く二つは、いずれもターボエンジンを搭載した車で獲得した。そのことから、ブラジル本国では、ターボ時代の王という形容がしばしばなされる。ドライバーとしての評価以外にも、数多くの女性の間を渡り歩く、遠腹かぶり、モナコの海に漂うクルーザーを自宅とする優雅さなど、独特な一面の多い人物だった。 息子のネルソン・ピケ・ジュニア、ネルソン・アンジェロ・ピケも、ルノー・カイチのテストドライバーを務め、2008.2009年と、ルノーからカイチに参戦した2009年はシーズン途中まで。父親は政治家で、ジョアン・ゴーラール政権下、1961年から1964年において保健省を務めた人物である。そのため、 1960年のブラジリアセントに前後して、一家は新士とブラジリアに移り住んだ。14歳の頃にカートを始めたが、息子がモータースポーツをすることを望まなかった父親に隠れて、活動できるよう母親の旧姓、ピケをピークエットと恋に謝って綴り、初期のレース活動はこの名でエントリーをした。息子をプロテミス選手にしようと考えていた父親により、 高校時代になると、米国のアトランタにテニス留学をさせられ、その適性を評価された。しかし、ピケ本人はテニスには関心がなく、自動車レースへの情熱を持ち続けたため、結局モータースポーツに打ち込むこととなる。1971年には、ブラジルカート選手権においてチャンピオンとなり、翌1972年も連覇。 1974年に父親を亡くすが、その後もレースを続け、1976年にジュニアフォーミュラのフォーミュラビでヤンピオンとなる。当時ブラジル人唯一の F1 ワールドチャンピオンで、かつブラジルのフォーミュラビにおいて大きな影響力を持っていたエマーソン・フィッティパルディに目をかけられ、その助力もあって、翌1977年はヨーロッパに 活躍の舞台を移し、ヨーロッパ界参選試権に参戦。初出場で、しかもシーズンフル参戦したわけではないにもかかわらず、ランキング3位に入るという結果を残した。1978年第11戦、ドイツグランプリにて、エンサインからデビュー。その後、第12戦オーストリアグランプリから第14戦、イタリアングランプリまで、マクラーレンゲーム23を使用する。 カスタマーチーム BS、ファブリケーションから参戦、イタリアグランプリで9位初完走を果たした。第15戦アメリカ東グランプリを欠場後、最終戦カナダグランプリにはブラバムにて、出走、11位完走。これは、翌1979年によりニキラダのナンバーに、ドライバーとして、ブラバムに移籍することが決まっていたが、オーナーのバーニー・エクレストンの計らいにより、 同年中から出走が実現したものであった。フル参戦1年目ながら、第6戦ベルギーグランプリ、第9戦イギリスグランプリで、予選3位につけるなど速さを見せ、若手の有望株として注目を集めた。アルファロメオ製 V 型12気筒エンジンの信頼性が低く、なかなか結果には繋がらなかったが、結果的に15戦中リタイヤ9回。 第12戦オランダグランプリでは4位に入り、初入賞を果たした。また、第14戦カナダグランプリのフリー走行後に、チームのエースドライバーだったニキラウザが突如引退を表明。ピケはナンバー1ドライバーに昇格することとなった。最終戦アメリカ東グランプリでは、予選2位とフロントローを獲得している、決勝は8位。この年はアルファロメオから、 スタンダードなフォード DFV に変更されたが、これがかえって戦闘力が大幅に向上し、開幕戦アルゼンチングランプリでは2位初表彰台を獲得。第4戦アメリカ西グランプリでは予選で初ポールポジション以下 PP を獲得し、決勝でも終始トップを走行し初優勝、ファステストラップ以下カイエルもマークした。その後も安定して、 ポイントを積み重ね、ウィリアムズのアラン・ジョーンズとチャンピオン争いを展開、終盤には第11戦オランダグランプリ、第12戦イタリアグランプリを連勝し、ランキングトップに立った。しかし、第13戦カナダグランプリでは、トップ走行中にエンジントラブルでリタイア、このレースで優勝したジョーンズに逆転を許した。続く最終戦アメリカ東グランプリも、電気系トラブルでリタイアとなり、 ランキング2位に終わった計算賞 2PP。チャンピオンは逃したものの14戦中入賞10回、内表彰台6回と後に持ち味となる安定感を発揮。ここからエースとしてチームの第二期黄金時代を作り上げることとなる。ジョーンズ及びカルロス・ロイテマンのウィリアムズ勢とチャンピオン争いを展開。第3戦アルゼンチングランプリにて、 シーズン初優勝を、ポール・トゥーインを達成すると、第4戦3リのグランプリも連勝した。その後5戦中4度のリタイアと、やや停滞するも、第10戦ドイツグランプリで、シーズン3勝目を挙げて、以降は、連続入賞で、ランキングトップのロイテマンを、申した。ランキングで、同率首位で迎えた第13戦イタリアグランプリでは、2位。 走行中の最終週にエンジントラブルで、ストップ、6位完走扱い。残り2戦で3ポイントのビハインドを抱えるが、しぶとく食らいつき、1ポイントのビハインドで、最終戦ラスベガスグランプリを迎えた。国書の中の開催となった、このレースで、ピケは、失神寸前の状況に陥りながらも5位に入り、一方のロイテマンは、ノーポイント、8位。第2戦ブラジルグランプリ以降、 ランキングトップを守っていたロイテマンを上回り、最終戦での逆転という形で、自身初の王座を手にした。この年、ピケがランキング単独トップとなったのは、この最終戦だけであった。ブラジル人としては、エマーソン・フィッティ・パルディに次いで二人目となった。この年も15戦中入賞10回、内表彰台7回と、安定した成績を残し、 予選では4度の PP も獲得した。BMW 開発のターボエンジンの完成度が低く、苦戦。前年のフォードなエンジン搭載車で走った第2戦、ブラジルグランプリではトップでゴールしたものの、最低重量違反で失格。第7戦デトロイトグランプリでは、予選落ちまで無期した。第8戦カナダグランプリでは優勝したものの、その後もシーズンを通しては、苦戦を強いられることとなる。 第12戦ドイツグランプリでは、シーズン2勝目のチャンスが巡ってきたが、エリセオ・サラザールを周回遅れにする際、サラザールに接触され、リタイアとなった。結局、ランキングで、両優リカルド・パトレーゼより、下の11位に終わった。開幕戦ブラジルグランプリで優勝を飾るが、以後は、ルノーのアラン・プロストに後陣を廃し、優勝に手の届かないレースが続いた。 一方でポイントは安定して積み重ね、終盤においてもチャンピオンの可能性を残していた。そんな中、第12戦オランダグランプリではシーズン初の PP を獲得。決勝でもスタートからトップを走行するが、バトルの中でプロストに接触され両者リタイアした。ピケのマシンはすでにトラブルを抱えており、実はプロストはもう数週負けば難なく首位に立てる状況だったという。 この接触からシーズンの流れが大きく変わることとなる。オランダグランプリ終了時点では残り3戦でプロストに14ポイントのリードを許していたピケだが第13戦イタリアグランプリ第14戦ヨーロッパグランプリを連勝2ポイント差にまで詰め寄り最終戦南アフリカグランプリを迎えた。南アフリカグランプリは終始ブラバムのペースとなる中 フロストは早々リタイア。無理をする必要がなくなったピケは、パトレーゼを先行させるなど、徹底的に安全策を取る走りで3位。フィニッシュ、1981年同様最終戦での、逆転という形で2度目の王座を獲得した、シーズン3勝。この年は、全15戦中入賞10回、内表彰台8回を記録し、安定した成績も初チャンプ獲得時と同様であった。 ブラバムで二度王座についたドライバーはピケが初であり、結果的に唯一となった。1984年は、マクラーレン・ポルシェがラウダとプロストのコンビでシーズンを、接見。ピケは、予選でこそ、当時のシーズン最多記録となる9度の PP を獲得、決勝でも3度の FL など速さを見せたが、優勝は2度。全16戦中リタイアが9回に上るなど、マシントラブルが多発したこともあり。 結果がついてこず、ランキング5位に止まった、入賞6回、内表題5回。ブラバムの戦闘力はさらに下降気味であり、前年以上の苦戦を強いられた。ピレリタイヤのタイヤ選択がハマった第7戦、フランスグランプリでは、勝利を挙げるが、これを含め表彰台は2度、入賞自体も5度に止まり、ランキングは8位とさらに下がってしまった。 1978年から所属したブラバムはすでに自分のチームになっており、ピケは翌シーズンもブラバムに残留することを考えていた。しかし、結果的に契約金が少なかったことへの不満から、チーム能力がブラバムと同等以上となっていた、ウィリアムズに移籍することを決めた。前年にホンダエンジン搭載後初勝利を挙げ、戦闘力を増していたウィリアムズに加入。 ナイジェル・マンセルをチームメイトに FW11 をドライブ。この年のピケの契約金が日本円にして7億円、マンセルは1億円弱だったとされ、契約上は完全ナンバー1待遇のはずであった。しかし開幕前にオーナーのフランク・ウィリアムズが交通事故で下半身負になる混乱の中、イギリスのチームであるウィリアムズは内部でイギリス人であり、前年に 回一発勝利を挙げたナイジェル・マンセル派とエンジンを供給するホンダがバックアップするピケ派に分、された。もともとピケのウィリアムズ加入は、エンジンサプライヤーのホンダが強く望んだもので、あまり乗り気ではなかった、ウィリアムズ側を説得するため、ピケの年俸の一部をホンダが肩代わりしていた。ピケとマンセルは、互いの情報を一切共有しようとはしなかった上、ホテルのロビーで、 隣同士になっても挨拶するだけという関係であった。この年はピケが4勝、マンセルが5勝を挙げて、コンストラクターズチャンピオンシップでは1位になるものの、ドライバーズチャンピオンは最終戦オーストラリア GP で、マクラーレンのプロストにらわれた、マンセルが2位、ピケは3位。チャンピオン最有力チームにいながら2人ともチャンピオンを逃した理由を問われたピケは、ナンバー1が2人いたから、 チーム力が分散してしまったことを挙げた。前年同様、マンセルとのコンビで、ウィリアムズでの2年目を迎える。第2戦サンマリのグランプリ予選中、高速コーナータンブレロにて激しいクラッシュに見舞われ、レースを欠場。その後は十分な睡眠を取れないなど、クラッシュの後遺症にシーズンを通して悩まされ、続けることとなる。 しかし、年間力賞も上げながらかつかりタイヤかという波のあったマンセルに対し、ピケは体調が万全でない中、勝てない場合には2位でのフィニッシュが7回など、確実にポイントを積み重ね、優勝した第8戦ドイツグランプリ以降、ランキングトップの座を維持。そして第15戦日本グランプリにて、逆転王座の可能性を残すマンセルが、予選中にクラッシュ。背骨を痛めて、 出場不可能となり、決勝を迎えずして、ピケが3度目となる、ワールドチャンピオンに輝いた、シーズン3勝。この年は、全16戦中入賞12回、内表彰台11回と、チャンピオン獲得年の中でも特に安定した成績を残している。PP は4回。ピケは、シーズン終了後のインタビューで、マンセルは僕より、アグレッシブで、予選もすごく早く走ったけど、 第三戦のスパでは、セナと絡んで簡単に9ポイント取るチャンスを逃した。こういうことがチャンピオンシップを大きく変えるんだよ。僕は堅実にゴールを重ねてタイトルにたどり着いた。タイトル争いに勝ったんだと喜びを語った。同年を最後にチーム体制がマンセルに傾き、加えて当時最強エンジンとなったホンダ V6 ターボを失うことが決まっていたウィリアムズを離れ、 ホンダターボの供給継続が決定し、なおかつピケのナンバー1待遇を保証したロータスに移籍することとなった。ウィリアムズチーム内への不満から移籍を決意したピケだが、レーサーとしての今までのキャリアで、ウィリアムズほど技術的に優れたチームはなかった。このことに疑いの余地は全くない。それでも来年はロータスに行くと決めた。 技術面に惨事を送りチームを離れている。前年からの残留となった中島悟をセカンドドライバーとし、ファーストドライバーとして迎え入れられるが、重心が高くコーナリング性能の劣るマシン、ロータス 100T に苦戦を強いられることなる。開幕戦ブラジルグランプリ、第2戦サンマリノグランプリでは、連続3位表彰台を記録するが、このサンマリノ GP では、 同じホンダ RA168E エンジンを搭載しているマクラーレンゼ2台に週遅れにされ、シ,ャシー性能の差を思い知らされる。さらにノンターボエンジンのベネトン B188 を狩るアレッサンドロナニーニと同等のバトルを繰り広げる羽目となる。以後次第に成績は加工し、チームメイトの中島にも予選、決勝ともに敗れる展開が増えていき、ピケはモチベーションも失う。 ピケ枠、第6戦でトロイト GP の時、チームは、シャシーのセッティングの方向性が全くわからなく、なってしまった。そこでは新しく、ロングホイールベース仕様のシャシーを投入したが、重量配分が、さらに悪化していて、もう悪夢だったいう苦戦状況に陥る。最高位は3度の3位に止まり、入賞は7回、ランキングは6位に終わった。1989年には、 ホンダエンジンを失い、非力なジャッド製 V 型8気筒エンジンを搭載したロータス101をドライブ。戦闘力が前年以上に落ちたこともあり、成績は入賞4回で表彰台なし、ランキング8位とさらに下降。第11戦ベルギーグランプリでは中島と共に予選落ちを喫した。長い歴史を誇る名門ロータスが2台揃って予選落ちを喫したのは、 これがの歴史上初であった。結局、ロータスでの2年間は一生もあげられなかった。ベネトニ移籍し、アレッサンドロ・ナニーニとコンビを組んだ。ギャラを完全出来高課1ポイント獲得につき10万ドルにするという異例の契約の中、開幕から堅実に入賞を重ね存在をアピール。そして第15戦日本グランプリでは、ナニーニの代役、ロベルト・モレノを従え、 三年ぶりの優勝をチーム初の1から2フィニッシュで遂げる。続く最終戦オーストラリアグランプリでも優勝し、2連勝でシーズンを締めくくり評価を取り戻した。このグランプリは、会議創設から通算500戦目のメモリアルレースでもあった。最終的に16戦中12度の入賞を、打ち表彰台4回を記録し、ランキング3位に食い込んだ。 前年の日本グランプリでの2位を評価されての加入となった同胞モレノをチームメイトに迎え、可愛がっていた後輩とのタッグとなった。第5戦カナダグランプリでは、スタートから終始トップを走っていたマンセルが、最終ラップにストップし、土壇場で逆転勝利を収めた。これは、ピーレリタイヤにとって5年ぶりの勝利で、ピケの F1 での最後の優勝となった。 第11戦ベルギーグランプリで3位入賞。これが F1 最後の表彰台となる。続く第12戦イタリアグランプリでは、会一通算200戦目を記録、決勝では6位に入賞し自ら記録に花を添えた。だが、チームはレース直前にモレノとの契約を一方的に解除し、メルセデスのバックアップを持つ新人ミハエル・シューマッハをジョーダンから引き抜き加入させていた。 このことで、チームに、不信感を抱いたピケは、移籍を決意し、翌年に向けて、リジェと交渉したが、契約金の額で、折り合いがつかず、引退宣言などをすることもなく、この年限りで、会一を去ることになった。結果的に最後の F1 レースとなった、1991年、オーストラリアグランプリは4位、豪雨のため14週で打ち切られただった。全戦中入賞回。 うち表彰台3回の成績で、ランキング6位。会1での通算出走数204は、2011年現在、歴代9位である。1992年、チームメナードのローラ T93、レ0レビュイック27号車で、インで五500へ、初参戦。しかし予選前の練習走行中に高速でスピンを、喫し、コンクリートボールに、ノーズから突っ込む、大クラッシュを起こし、 両足を複雑骨折してしまう。かかとの骨が粉砕されているなど、足の切断が検討された状態だったが、なんとか免れ、その後懸命のリハビリテーションで回復。同年12月には、リハビリの一環として、ブラジルで F3 マシンに乗り、事故以来7ヶ月ぶりのサーキット走行を行い、レーシングカーの運転がまたできてとても嬉しい。インディ500には、 またいつかチャレンジしたいとコメントを残した。その言葉通り、翌1993年に再びチームメナードからローラビュイック77号車でインディ500に参戦。予選を13位で通過したが、決勝の500マイルレースでは、序盤38ラップ目にエンジントラブルで、リタヤ33台中32位と、不完全燃焼で終わり、ここで勝つまでは何度でも来ると、 翌年への意欲を見せていたが、それは叶わずこの年が、唯一のインディー500決勝参戦となった。以後、スパフラン・コルシャン24時間レース、1995年、1997年、ルマン24時間耐久レース、1996年、1997年、南米解散、1998年などに出場した後、 レーシングドライバーとしてのキャリアを終えた。2000年に国際モータースポーツ電動入りした。ドライバーとして引退して、あとはブラジリアを拠点に各種事業を展開している。主なものだけでも、レースチーム、ピケスポーツのようなモータースポーツ関連の活動以外に、ブラジル内陸の貨物輸送がトラック輸送に依存しているという点に着目し、GPS を用いた。 監視業務を行う会社オートトラック社を創業している。また、ピーレリタイヤのブラジルにおける販売権の一部を有し、一方で、BMW の輸入代工業も手掛けるなど、様々な事業活動を行っている。ピケの走りは、爆発的な速さよりも確実性を優先させたものというイメージを持たれている。レーシングドライバーとしては、 ブラバム加入時のチームメイトだったニキラウダの影響を強く受けてを積極的にペースをコントロールして戦うタイプだった。また、チャンピオンシップもむやみに勝利を狙うのではなく、地道にポイントを拾い集めて戦うことが多かった。3度のドライバーズタイトルのうち、ブラバム時代の2回はどちらも最終戦での逆転チャンピオンで、シーズン中1度もポイントリーダーになっていなかった。また、 通算勝利数も同じサンドドライバーズタイトルを獲得したアイルトン・セナの約半分と少なかった。他の多くのチャンピオン同様、チームには常にナンバーワン体制を求めた。ブラバム自体はピケの性格を理解していた。チームオーナーのバーニー・エクレストンの元完全なピケ、優遇チームが構築れ、シ,ャシーエンジン、タイヤなど、あらゆる面において優遇され、 ピケの意見は常に聞き入れられて、マシン開発に積極的に取り入れられた。1982年はチャンピオン争いのために、ピケ専用の予選専用マシンが開発されるなど、その優遇ぶりは、第一市場でもかなり得意なものだった。ウィングカー前世紀で、ドライバーの体力消耗が激しかったとはいえ、ジルビルヌーブなど一部からは、体力不足と批判されていた。 レース終盤に蛇行してしまうことも、まあまあった。堅実な走りのイメージが強かったが、一発の速さや、ここ一番の勝負感も優秀で、1984年は9回もの、ポールポジションを獲得、1986年には、ハンガリーグランプリで、アイルトン・セナとのバトルの際、アウトからドリフトで仕掛け、そのままカウンターを当てて抜くという荒業を成功させ、チャンピオンがかかっていた。 最終戦をオーストラリアグランプリでは、最終週にファステストラップを叩き出す攻めのレースを見せている。ピケのドライビングテクニックとして知られているものに、滑らかなシフトワークがある。ギアを飛ばすことなく、一段一段早く正確に、ギアシフトを行い、メカニックがレース後にトランスミッションを開くと、まるで新品同様の状態を保っていた。他のドライバーではすり減ってほとんどなくなってしまう。 ドッグリングと日本の TV 番組に出演した際、津川哲夫が語っている。特にシフトダウン操作が非常にうまかったと言われている。ホンダの総監督として上記の4強全員と組んだ経験を持つ桜井義人氏はシフトワークのピケ、ステアリングワークのマンセル、タイヤ使いのプロスとアクセルワークのセナとそれぞれを称している。父親は政治家であったが、 大富豪とは言えなかった。しかしレースから息子を遠ざけるためと、ピケを一流のテニスプレイヤーにしたい願望からアメリカ留学させたものの、結局ピケはレースの魅力に取り憑かれ、半ば感動同然に家を飛び出して、困窮生活にあえぎながらもレース活動を続けた。その時知り合ったのがロベルト・モレノである。プライベートを大事にすることは、 ブラバム時代の先輩にキラウダに影響されたことが大きい。ピケがラウダとの会話の中で、会一での日々の過密スケジュールに嫌気がさして真剣に引退を考えることもあると話したところ、ラウダから移動時間も自分の時間にできるプライベートジェットを勧められ、ピケはその意見を参考にセスナサイテーションを購入。自らで操縦士各国を時間を気にせずに移動するようになった。 普段は、モナコの海に漂う豪華なクルーザーに住むと、様々な面で独特の人物であった。多くのブラジル男性と同じように、ピケもサッカーファンである。地元リオのプロチーム、CR バスコダガマの名誉サポーターに任命されるなど、熱心なトルシーだ。サポーターであり、バスコチームのフラッグを振りながら、ブラバム BT49 でデモランをしている。 前述した1992年の事故以降、足の小指から爪がなくなってしまった。以後は、歩く際に足を引きずっている。2007年6月には、スピード違反や、駐車違反などにより、自動車運転免許を取り消され、7月より、自動車教習を受け直すことになった。大変な遠腹家としても知られ、本人も、複数のガールフレンドの間を渡り歩く様子を、 隠そうとはしなかった。複数の女性との間に子供を設け、等のピケ本人をよそに、女性間では、制裁がどちらかという争いが起こったこともある。ピケのプライベートジェットに同乗していたジャン・アレジによると、ピケは、機内で、衛星電話を片手に、着陸した後にどの恋人と会おうか真剣に悩んで、考えていたという。前述したように母親は異なるが、 認知を受けている子供としては、長男、ジェラルド、次男、ネルソン・アンジェロ、三男、ラスツロ、ラスロー、長女、ケリー、次女、ジュリア、四男、ペドロ、イツオデバッシのマルコがいる。中でも、ネルソン・アンジェロは、父親と同じく、フォーミュラカーの分野で活躍しており、元会一ドライバーで、初代フォーミュラ E チャンピオンの、ネルシーニョ・ピケ、あるいは、ネルソン・ピク・ジュニア、として有名である。 そのレース活動を全面的にサポートし、第1のテスト走行にも帯同するなど、同じく二世ドライバー、ニコ・ロズベルグをもつけけロズベルグと共に、親ばかぶりが話題になった。他の兄弟も、長男ジェラルドは、ブラジル国内のトラック選手権で活躍しており、4男のペドロも2006年に、ブラジルの国内カート選手権の初級クラスを最年少で制するなど、ネルソン・ピケを講師に、 レース一族を形成しつつある。長子のジェラルドから、バッシのマルコまで、年の差は23歳ある。2017年には、長女ケリーと、ダニールクビアトとの交際が報じられ、ケリーが、雑誌の取材に応じている。3度目の F1 ワールドチャンピオン獲得時にその異様を、記念し、1988年から、リオデジャネイロのジャカレパグアサーキットが、 ネルソン・ピケサーキットに改名された。改名後の初戦だった1988年の開幕戦ブラジル GP でピケは3位でフィニッシュし表彰台に登壇している。2017年現在、ピケは自らの名が完成られたサーキットでレースを走ったことがある唯一の F ドライバーである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。